こんにちは。こんにちは。ポジティブ J です。小泉リアです。はい、2021年10月16日の土曜日5時を迎えました。はい、ね、10月ももう折り返しに入りまして、うん、ね、だいぶ秋めいた季節で、ね、涼しくなってきた毎日でございますが、はい、ね、ちょっとね、まだ2人半袖で若干ね頑張ろうということでね。いやでも最近暑いじゃないですか。まだまだそうか、なんかね、10月っていうのに秋はどこ行ったんだろうみたいな季節が続いてるから、うん、今日は確かに半袖でもね、はい、うんうん、まだちょっといい感じかなっていうところですが、はい、ね、もう10月も折り返しになりまして、はい、ね、また今日は第3土曜日ということで、はい、ね、あのこの番組がまた始まるわけでございます。はい、じゃあ、番組始める前にですね、うん、いつものね、ご案内を、ね、スタジオのしたいと思いますが、はい、まあコロナの緊急事態が、ね、一応終わったとはいうものの、はい、ね、ぶり返しが大変でございますので、こちらのアズーリさんの方では一応このトレイルフレッシュって言いまして、はい、このお部屋の、ね、中の換気を6分7分で1回、ね、全部クリーンにするオゾンの装置をこの右隅に置いてまして、これを使って、はい、放送をさせていただいております。ありがとうございます。よく言えましたということでございますがありがとうございます。でもね、はい、あとちゃんとお互いにね、アクリルバンドもちゃんとねこう置いて、はい、まあマスクを外してもね、感染にも支障のない環境でやらせていただいているということでございますので、ご安心して皆様方ね、聞いてもらえばと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれでは参りましょうか。リアさん、はい、今日も元気に参りましょう。それではいきますよ皆さん。ポジティブ J の向き不向きより前向き、スタート。ポジティブ J の向き不向きより前向き。この番組は教育の最先端を行くタップ株式会社、収益不動産の K2 コーポレーション、目黒区の不動産のことならお任せ目黒不動産、備品レンタルのオレンジレント、重版が決まりました川口雅弘さん、人と企業の成長に貢献する日本人材戦略研究所、五反田で一人晩酌といえばここ親父の隠れ家猫ママ屋、ポジティブ J の高校時代のバンド仲間岡田忠さん、大切な人のために慶応葬儀社、港区で30年の実績イマックスアルファ、接客日本一コンサルタント大島和也さん、一般社団法人競争リハビリテーションを考える会、有限会社共振、そして J 企画、他大勢の皆様の応援でここ浅草橋の鳥越アズーリ FM から全世界に向けて放送しています。この番組は前向きな人はより前向きに、そうでない人もそれなりに前向きに、ポジティブ J が60年近く生きた人生経験から前向き指南役を務める番組です。はい、リアちゃんありがとうございました。ありがとうございます。なんと、はい、サポーターさんの中でね、はい、川口雅弘さん、はい、こちらの方の、本がね、なんと重版されることになったらしいですよ。年寄りは集まってしまう。そうそう、よく覚えてますね。そうそう、なんかね、重版が決まったらしいです。だから結構皆さんに手にとって読まれてるんじゃないですかね。ね、重版ということはまた印刷をね、部数を増やすということでございますので、いい報告を受けましたので、ぜひ皆さんもね、よかったらね、幻冬舎から出てますのでね、手に取って見ていただければどうかなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。あとね、最後に読んでもらった2つの団体様、うん、ね、一般社団法人のね、うん、競争リハビリテーションを考える会ということでございまして、ここはちょっとね、またゲストに実際にここの
社員さんにも来てもらおうかなと思ってるんですが、まあ、言葉の通りあのリハビリテーションもね、あのこうなんていうのかな、世の中のまた社会で一緒にこう競争するために、うん、まあ、働く一生懸命そこでね、はい、あのこう訓練をする、そういうなんか会でございまして、はい、あのまたいつか来てほしいなというふうに思っております。はい、あと有限会社共振さんということで、こちらはあの港区の方でね、東京の不動産を営んでらっしゃる、うん、あの会社さんなんですが、社長さんがね女性の方なんです。そうなんですよ、だからねパワフルな女性の方で、うん、はい、ぜひねこの方にも紹介したいなと思ってるぐらい元気で明るい方でございますのでね、また皆さんと一緒にですねこの番組を盛り上げていきたいなっていうふうに思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。ね、前回あのリアさんがね、はい、J さんなんか自分のチャームポイントを失ったんじゃないのみたいなことを、ね、ちょっと戻ってる、髪の毛は染めるわ、眼鏡は変えるわということでね、はい、なんかね、これが J さんなの。そうなんですよ、一応このね、うん、オリジナル T シャツはね、はい、一応前の自分の姿をそのまま似顔絵に変えてもらって、はい、白髪も失われて、そうなんですよ、赤眼鏡もね失われたけど、そうなんとかね赤眼鏡だけはですねちょっとよかった形だけ一応まあちゃんとあの収めてありましたので、はい、今日はこのメガネだけでもちょっとね、髪の毛をまた白く戻すのはですね、若干ちょっとお時間いただきたいので、ま、うん、まあ1年後そうですね、まあどこまで、はい、これをやらせてもらうかっていうのはちょっと自分次第ですけれども、うん、一応ちょっとメガネだけはね、はい、こんな形でやってると、ありがとうございます。ただいま帰りました。まあ半分ただいま半分足がこう戻ってきたようなね、はい、そんな感じでございますけれどもね、うん、まあこんな形で今日は皆様方にお会いできたらということでやっておきます。はい、よろしくお願いいたします。まあでもね、あの10月も本当折り返しに入りましたけれども、うん、日に日にあのなんていうんですか、お店の方が夜まで結構空いてたりとかするでしょ、うん、はい、リアさん自身どうですか、その行動のパターンは変わりました、うん、いや特に変わらなかったな。あ、本当に、うん、なんかでもあの友達からご飯行こうとか会おうみたいなお誘いは増えたんですけど、はい、あ、なるほど、はい、それに対してはどう、前よりはちょっとこう、うん、あ、割とこう、うんうんうん、いいよっていう感じの気持ちになってきたところありますか？うん、どっちでもそんなになんか特に私茨城のつくばに住んでるんですけど、つくばの人たちはあんまり気にしてないことはないと思うんですけど、はい、密になるほど人口がいないので、あ、はい、もともとがね、うん、元々、それはそうかもしれない、はい、うん、なんか結構外で遊んでる子供とかピクニックしてる人とかも多かったんですけど、はい、まあ秋になってちょっと減ったかなっていう、むしろそういうことか。そうですね。ねえ、だからまあどうなんだろう。東京はやっぱりね、はい、夜9時までだけどね、うんうんうん、9時前までお酒の提供があったりとか、うんうんうん、どうしても9時きっかりで終わるっていうわけにもいかないじゃない、お店って、うん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 、ラストオーダーが出てからちょっと余韻に浸りながらっていうのもあるから。8時ですもんね、ラストオーダー。そう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 、ね、早いね。ねえ、だから。ただアルコールが飲めなかった方がね、うん、飲めるようになったから、うん、そこは多少ね、確かに、うん、あのいいことかなっていうふうに思いますけれども、お店もね、うん、嬉しいですよね、うん、猫ママ屋とかもね、あ、そうそうね、ここのサポーターの猫ママ屋さんもね、うん、どうなってんのかな、ちょっと最近ね私も行けてないんで、うん、また落ちたいですね、そうで、ちょっともうやっぱり気分的にはまあ行ってもいいだろうみたいな雰囲気には、うん、ムードにはなってるので、うん、一回ちょっとね五反田だし、うんうんうん、ね、そんなに遠くないですからね、またよかったらね、はい、あの一緒に行きましょうかね、そんな形でね、はい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、では早速ですけれども、うん、ね、いつもここでね、あのリアさんのお曲をね紹介させてもらいますけども、はい、今日もリアちゃん用意してくれましたね、はい、じゃあ一曲ちょっといきましょうか。はい、それでは聴いてください、うん、小泉リアでカレイドスコープ。動き始めたこの未来に待ち続けるなんてもう嫌なんだ。誰も知りやしないこの先に終わりの始まりが待ってるかな。
アニソンみたいなね、はい、そうアニメの進撃の巨人を見て書いた曲なので、なるほど、はい、なんか本当にアニソンにぴったりのようなね、なんかメロディーと、ね、誰かねぜひぜひアニソンでねちょっと使いたいなっていう人いられましたらよろしくお願いします、はい、ね、ありがとうございます。で歌の最中にね、はい、ちょっと流させてもらってもう一回出ますかね、さっきの URL というかな、はい、今私たち2人がですね、はい、即興舞台の方に今出ておりまして、これなんですよ皆様方。私とジェイさん見つかるかな、いっぱい人いるから。そうそう、一番上の段がね、そう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 、そう、それ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 、10月26日の日にですね、はい、実はね、うん、あの第5戦ということでですね、はい、これ第3水曜即興舞台という即興劇のトーナメントみたいなのに、はい、そうなんですよ、はい、2人で出てるんですけど、その中の4戦目までもう終わってて、次5戦目が10月26日にあります、はい、最後まで行くと6戦全部で6戦あって、6戦目までに、チームが2位以内になるか個人が10位以内になると7戦目ができるということで、そう決勝大会っていうね、はい、まさにあるんですよ。だからこの次の今うちが第3位か、はい、まず2位に入らなきゃいけないんで、うんうん、本当はプロ野球のペナントね、あれのまさにクライマックスリーグに入るかどうかの、う、ね、大事なところで、これ5戦で勝負がかかってて、はい、割とね今気合が入って、はい、うん、あのやってみたいということで、これあの見てる方も投票できる、はい、で審査員の方も投票するということで、観覧していただくと投票権がもらえるので、そう上位2チームと好きな人2人に投票できます。そうなんですよ、見ないと投票できないから。そうなんですよ、ぜひあの、ね、詳しくはここのね、はい、即興舞台こんなはずじゃなかったというところでですね、はい、あの検索してもらったらすぐに、はいはい、ネットでねあの購入できますので、はい、チケットねぜひ第5戦10月26日、最終戦11月29日ぜひ、はい、ご覧ください。すいません、なんかもうなんか、うん、宣伝する時間が今日はやら早いなということですが、それぐらいちょっと気合が入ってるということでございます。そうなんです、2人とも同じチームなんでね、うん、ぜひあの力を与えてくださいということでございます、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんかコメントを頂戴したということでございますので、ありがとうございます。あ、来ました、清丸さんから。あ、じゃあいつもの清さん、はい、ありがとう、コメント紹介してください、お願いします、はい、第5戦大事だね、うん、ありがとうございます。そうなのよ清ちゃん、ありがとう、まさにそうなのよ、うん、さすが分かってくださってる、また今回も清さんよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。
さあ、私たちはね、はい、これまででね、お時間いただきましてありがとうございました。さあ、ここからはですね、また今回もですね、うん、素敵なゲストの方をお招きしております。はい、前回はですね、あの、お葬儀屋さん。はい。ね、慶応葬儀社。そう、あの、ここのスポンサーにもなってくださってる。はい、あの後、無事に仮通夜は終わったということで、はい、報告受けておりますけれども、はい、はい、あの、お招きいたしまして、いろいろね、葬儀の話、うん、ね、予約が大事だよと、そんな話もいただきました。はい、今日はやっぱりね、葬儀にお世話になる前に、まず当然お医者さんにもお世話になるだろうということでございますので、あの今日お医者さんの方をあのご紹介、あの来ていただきました。はい、じゃあ、あのリアさん、本日のゲストのご紹介よろしくお願いいたします。はい、本日のゲストは上尾中央総合病院特任副院長、長谷川剛先生です。長谷川先生、どうぞ。どうぞ。あ、長谷川先生どうぞ。こんにちは。ようこそ。気をつけて。そうなんですよ。ちょっとここね、ありがとうございます。どうもこんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか聞くところによるといきなりですが、うん、この長谷川先生、なんか上野で財布を落とされたらしくて、もう。今日実は私、はい、あの当直を昨日の夜やってて、はい、当直明けで結構眠い状況で電車乗ってきて、はい、で上野通りでご飯食べて、それから山手線乗った時にポケットに入れてた財布ないことに、この財布ないことに気づいて、ここで出すか、ちょっと見えるようになってますけど気づいて、はい、もうやべえこれはと思って、もうこの放送をキャンセルしようと思ったぐらい、はい、なるほど、うん、私がよく放送中にキャンセルという言葉を使いますが、ものすごい大事なものがいっぱい入ってるので、もうこれで死んだと思って、はい、大急ぎでまた戻って上野でご飯食べたとこに聞いたら、うん、店員さんはないっていうわけ、落とし物なんかないっすよっていうわけ、うんうん、はい、と思って、この椅子なんですけどって言ったら椅子の上に置いてよかったですよ、本当に、もう嬉しいです。あなたが、もう本当ですよ、だってここにいなかったらどうしようかなと、逆にね、あの財布忘れるのは大塚くんの得意技なんですけど、まあまあまあ、そうですね、うん、またそれは後ほどゆっくりとお話ししようかな、ゆっくり話すと、はい、うん、ね、ね、そうそう、今日はでも、いえいえ、今日長谷川さんがね来てくれましたのでね、はい、上尾の方から来ていただいてね、前回はね葬儀屋さんに来てもらって、葬儀屋の次医者会、そうなんです、そういうたまたまそういう流れになったんでね、ちょっとねいろいろとお話を聞いてみたいと思いますが、はい、早速ですが長谷川さんの方のねプロフィールをまとめてみましたので、ちょっと一回お流しいただけますか。はい、ありがとうございます。見えるかな、ちょっとあれかな、ちょっと 見えますかね、どうですかね、長谷川さん、そうですね、お願いします。うん、はい、僕はあの大塚くんと実は高校の同級生なんですよね、はいはい、そうなんですよね、実は同級でございます。 でその後僕ら実は大阪人なんですね、はい、大阪で、はい、あの大阪府立千里高校というところで同級生で、はい、うん、その後僕はあの神戸の方の大学に1回入ったんですよね、神戸大学の経済学部に入って、はい、お医者さんじゃないですね、そうそう、経済学部だったのね、うん、でまあ卒業すればよかったんですけどね、うん、3年でちょっと辞めて中退して、はい、で今度はそれこそリアさんの、はい、ふるさとである筑波大学の医学に入って、はい、でまあ6年間で卒業して、その後はまあ、うん、いわゆる医者としての人生を歩んでる、ね、じゃあちょっとここまででちょっと待って、もういっぺんに喋らんといて、はい、いやまずそのさ、うん、高校の時の同級なんですよ、うんうんうん、だから髪の毛がもう全然あれでしょ、皆さん。こんなんなるんですよ、高校の同級が。肩や、ね、染めてる人、肩や残念ながら染めるものがない人。まあまあ、でも高校の時のね、今日ちょっと卒業写真を一部、ちょっとね、用意したのよ。どんなんやったか。はい、あ、まだですかね。うん、なるほど、オッケーオッケー、そうそう、じゃあ用意ができたら写真も見れるんですか。そうそう、ちょっとお二人で一応同級生であることの証明でね、はい、オッケー、じゃあまず長谷川さんどんな感じだったか、高校の時の卒業写真ね、はい、おえー、来た来た、かっこいい、変わらないですね、かっこいい、髪の毛すごいでしょこれ。どう思います、ビフォーアフターじゃないけど、もう本当そんな、ほらもう拍手が来てますよ、昔の、全然ないですよ、はい、リアさんどの目が言ってるの、本当で、ちなみにじゃあ、はい、私も一応ねこんな感じだった、うん、私こんなんですよ、なんかかわいい、かわいいよね、かわいいよ ね、こんな当時髪型ね、こんなロン毛が流行ってたんですね、うん、西城秀樹とかね、なんかその辺の世代はみんな髪の毛こう長く伸ばして、うん、太陽に吠えるのジーパンとかさ、公園見ると大塚くん老けたね、本当に老けた、ね、ちなみにもう40年ぐらい前です、あ、僕の話はもう写真は大丈夫ですよ、長谷川さんのほど、
っていうことでね、高校の同級生だっていうことと、はいはいはい、あとは証拠がそうそう証拠があったのと、うんうん、なんかでも聞くところによると、うん、彼はねバスケット部のキャプテンだったんですよ。で私はねバドミントン部だったんですね、うんうんうん、お互い熱い体育館の中でやってたんですよ。でしかもバドミントン部の練習ってドア全部閉めちゃうの、風が入るとなんかね、あそかシャトルが飛ぶからね、からそう隣でバドミントンやってるともう暑くてしょうがないんだよね、うんうんうん、そう嫌われてたしね、僕ら弱かったからよく遊びんとんって言われて、なんかバカにされてたのを未だに覚えてますね。で彼はそのバスケット部のキャプテンだったんですけど、はい、そもそもこれ見るとね、うん、小学校、ね、ちょっと4年生の時にちょっとねお母さんにご不幸があったということで、うん、そっからなんかバスケットをなんか始めたと。そうですね。いうことで、その他人の選手の影響を受けたの？そう、僕のね母親はね、うん、乳がんで亡くなっちゃったんですね。はい、それで、これは女性聞いてる女性の方はみんな気をつけた方がいいけど、やっぱりおっぱいにしこりがあったのを、はい、うちの母親気づいてたのよ。だけど、病院に行くのが嫌で、お医者さんに行くのが嫌で、ずっとほったらかしてて、はい、でだから僕その小さい頃に、それで母親はまあ親父に説得されて。乳がんの診断がついて手術を受けるために入院する直前に、はい、まあ、ただその時小学校3年ですよね、はい、小学校3年生の僕におっぱいを触らせたんだよね、うん、だから母親の気持ちになると自分の乳房がこれから亡くなるからっていうね、うんうんうん、で僕はその後将来医者になったじゃない、はい、で将来医者になった時にその時の感触を思い出すとものすごいもうゴリゴリしたものを触らせてもらった思い出が残ってるわけ、うん、だから医者のなった立場で言うとあれはもうすごい進行がんだなって分かるよね。だからまあ、結果的にうちの母親その後手術したけどあっという間に再発してあっという間に亡くなっちゃったんで、まあ、ある意味かわいそうだし、それから自分がその年代で子供を持つようになるとさ、ちょっとその時まだね母親は40行ってなかったからね、だからまあ無念だっただろうなっていうのは今になったら思う、うん、まあ、ちょっとそんなことがあって、でその母親が亡くなった時の小学校3年生の担任が多分やっぱりいろいろ気を使ったんだろうね、かなり落ち込むようなんですよ。お前はこの部下、うん、自分がそこの顧問だった。あ、なるほど。だからこの部活をやれって言われて、それでやり始めたら、うん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 、まあハマってずっとバスケットです。ああ、いいですね。なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございます。で、じゃあそのあれですか、そのさっきの話の続きでいきますとね、神戸大学の方に進学されて、うん、経済学部のエコノミーの方から。うん、その筑波に行こうと思ったのもそのお母様の病気のことが残っててという、そんな感じ。当時はね、はい、あんまりそれを認めたくなかったんでしょうが、だからそのことを表向きにあんまり言ったことないけど、はい、ただやっぱり今は振り返るとね、やっぱりそういう影響はすごくあっただろうなって思いますね、はい、だってお医者さんのカエルの子はカエルでさ、よくお父さんがお医者さんやってたら自分もお医者みたいな、そういうのがあるじゃないですか、うん、長谷川くんはあれですか？親父はね、普通にそれこそ新聞、マスコミで新聞社だね。あ、じゃあ全然関係ない関係ない。医療とは関係ない感じで。うんうん、あ、そうですか。でも大変じゃなかったですか？途中から。そうだよな。大学生っていうか、いや神戸大学ってかなりの関西では有名な進学校というか、うん、ね、いい大学だから。しかも私。3年間行って、そうだよ、もう一回1年生になるじゃないですか、受験も大変だし、うん、すごいわ、いろんなことが大変そう。この頃ね、うん、まあ、いわゆるバブルと言われて、日本がものすごく金を持ってた時代だったのね、はいはいはい、で神戸大の3年生とかでも、うん、もうすごい企業の、大塚くん分かると思うけど、うん、青たがりとかすごかった時代、うん、そうね、だから大学の3年とかでももうどんどんその就職した先輩たちが飲み会に誘って就職を決めるみたいな、うん、そうで本当にもう札束はその辺飛び交うみたいなことが平気だった時代なんだよね、うん、でただその時にね、俺やっぱりその時ちょっとだけ自分偉かったなと思うのは、うん、これなんか間違ってるなと思ったの、ちょっとだけ。でこれ その社会がね、そうそうそう、なるほど。でもうちょっと目の前のことをやれることがいいかなとはちょっと思ったんだよね、うん、で結果的にその頃の神戸大の同級生たちで、それこそ大手の証券会社とか金融機関ね、行った連中は、うん、そこがもう倒産したりとかバブルが弾けてとか、いろんな大変な状況になったのがあって、はい、まあ、ちょっと、まあ、もちろんそいつらの人生が悪いとか全然言う気ないんだけど、うん、はい、ただちょっとだけそこはあの時道変えてよかったなって思ってるところありますからね、うん、なるほどね、うん、そうですか。でもねすごいよ本当に、あのすごい、まぐれです、はい、いえいえ、まぐれというか、まあでもその志、まあ、結果が出たけども、うん、でもそういう志を持ったことは
ね、私も大学2校行ってるから。そうなん、うん、そうなんだ、うん、だから僕も受験し直して行ってるのが、なんとなく仮面浪人って言って大学に通いながら受験勉強するっていうのがちょっと当初流行ったわけじゃないけど、はい、僕はまあ別にあの文化系から文化系に行ったから、はい、あの長谷川君とは違ってそういう全く違う畑には行かなかったんだけど、うん、ちょっと納得に行くようにしてようと思って、うんうんうん、ちょっとか通いながらやったのもあったから、うん、偉いよね。でもそれもね、いやまあ偉いというか、まあ、納得がいきたかっただけだよね、自分の中でね。今の中心も別にそこに行ってありがとうございます、いやでも別にリスト出されたし、あんまり今にして思うと何やろうと思うけど、でもまあその時その時自分なりに納得いくようなことしたかったっていうことのなんか、うんね、きっかけができたかもしれないね。そうね、うん、そうそうそうでしたか。でもすごい、それで筑波の方に行かれて今すごいいろいろとねお仕事されて、うんね、えでいろんなところで、これアメリカの方にもなんか留学というかしてなかった？そうですね。これはなんかあるの、やっぱり家庭の中で。いや家庭、あの医者の人生的な話を言うと、うんはい、普通医師免許取って、まあ、今の時代はあの卒後臨床研修必修科といって2年間初期研修をやることになりますが、はい、僕らの頃はまあそれなかったけど、でも大体流れとしては最初の 5,6 年は修行なんですよね、うん、本当に下積み修行のね。でそれが終わってある程度6年目7年目を超えて独り立ちしたところで、まあ何て言うんですかね、普通の臨床とか研究とかいろんな、まあ、道がちょっと開けてきて、はい、で多くの医師っていうのはその大学のそば、アカデミックポジションって言いますけどね、はい、いわゆるその大学のそばでやってる連中は10年目から20年目の間ぐらいに留学に行くことが多いんですよ、まあ、一つの箔付けっちゃ箔付けなんだけど。で僕もまあチャンスもらって1年半ぐらいアメリカのピッツバーグに行けて、でそれはやっぱり全然その違う文化の中で暮らすっていうのは、はい、まあ、それだけでもこうすごいいい経験なんですね。うん、そうですね、すごい新鮮だと思う。プラスその日本じゃない医療を実際に見れたりできるし、この時に僕自分の娘が2歳から3歳ぐらいでしたけど肺炎になっちゃったのよアメリカで。あ、家族全員で行ったわけね。そうそう、家族で行って、はい、で娘が肺炎になっちゃって、はい、もうなんていうかな、英語もやっぱりそんなに上手じゃなかったから、はい、やっぱりいろいろなやり取り結構大変なのね、はい、だけどもう救急の病院に行って、でそこで見てもらってって時にやっぱアメリカ医療の現実が患者としてね、うん、だからもういきなり聞かれるのがちゃんと保険に入ってんのか金払えんのか、うんうん、みたいなことから始まるって、アメリカの医療、ね、制度がまた違うもんね。そうそうそう、確かに。で日本で僕ら今僕救急がメインですけども、はい、それこそ30分とか1時間待たしたらすっごい患者の家族から怒られるけど、うん、あっちで平気で4時間とか5時間待たされたからね、その時。もともとの救急の前は専門は何だったの？もともとは僕は本職は外科医、呼吸器外科医といって、外科医、ね、胸が専門の、はい、肺がんとかね、そういう治療が専門の外科医ですけど、今病院移ってからは手術はもうそんなにしてなくて、でどっちかというと救急をやってますね。あ、じゃあアメリカに行った時はその外科医としてのその勉強っていうか、それで行ったっていうこと？うん、ただね、臨床をやるにはアメリカはまたアメリカの免許がいるわけよ。あ、それを取り直さないといけない。だから多くの人が留学してるっていうのは普通は研究目的で行くんだよね、はい、で中にはそのちゃんと向こうで臨床をやりたい人はわざわざアメリカの医師免許を取らなくちゃいけないんですよね。でこれはこれでまた大変なんですね。だから逆に言うとアメリカで臨床をやってきましたっていう医師はやっぱりかなり優秀な人です、うん、臨床って手術とかのことですか？そうそうそう、患者さんを見ることを臨床と言って、うん、はいはいはい、で研究の方はまあそれこそ試験管振ったり動物なんかいろいろいじくったりとか、そっちですよね。でそういうのをやって、はい、なんですかね、これも医者の箔付け話だけど、うん、やっぱり論文みたいなものを書くわけ、はいはいはい、でその論文を何本書いたかみたいなことがやっぱり医者として大事で、で、うん、僕もある時期までは大学病院に残ってたけど、はい、大学病院でポジションを得るためには、うん、やっぱり論文を何本書いてるっていうのはすごい大事なんですよね。すごいドラマでよく見る。そうそう、白い本当やな、ドラマの世界やな、あの世界よ、うん、へえ、そうですか、うん、でも実際にその外科医でたくさん手術してきたわけでしょ、うん、ねえ、ちょっと今日はねその時のあの、まあ、手術の様子というか、うん、ねえ、あの、持ってきてもらったというか、ちょっとどんな感じかっていうのをね、はい、うん、あるので
じゃあちょっと手術のお写真が出る前にコメントの、うんうん、あ、来てる、ごめんね、はい、コメント申し訳ない、ありがとう。わんこにゃんこさんから、わんこなんこさん、はい、ありがとうございます。今度はスタジオのテーブルに財布を置きっぱなしにならないように気をつけて、はい、そして清丸さんから財布見つかってよかったね、はい、同年代、おお、清さんありがとう。みんなあなた財布をね、気が付、はい、きづかってくれるリスナーさんで、これ視聴者優しいね、うん、そうよ、優しいよ、うん、じゃあ、あの写真の方ですね、はい、そのオペの時のちょっといいですか。うわ、またぐらいあれやな、うん、これは覚えてますか、何の手術というか、うん、オペ、これそれで手術室の中って、あの緑色のガウンって言いますよね、はい、着てるじゃないですか、はいはい、であれでもう手袋してっていう状況は、いわゆる清潔、清潔ってこう僕らは言うけど、はい、要するに滅菌されたものを全部羽織って、滅菌された術屋で、滅菌っていうのは消毒し終わったね、はいはい、ところでやってるんですよね。で、あの胸の中にあれ手突っ込んでるところですよね。うえ、肺の手術じゃあ、そうそうそう、胸の手術ですね。さらっと言いますけど肺がんとかそういうあれですね。そうですね。あとは今はもう内視鏡手術といって、はい、あのまあ、手前側にカメラみたいに実はちょっと見えてるんですけども、はい、アイスコープを使った手術が主流になってますけどね。だから実はあの僕この画面で一番向こう側の右側にいる人間ですけど、はい、その後ろ側にあれテレビのモニターがついてる、あれでカメラ突っ込んで中も見えるようにするっていう両方のことをやりながら手術してるんですね。はー、まあ、最近はもうこういうのが主流です。ちなみにこの、あ、これは角度が違って、で今度はそのなんていうかね、穴の中に、まあ、小さい穴開けてね、うん、その中指突っ込んでどうのこうのってやってるところですけどね、これもろ私ですね、はい、これどれぐらいの時間の手術だったかって覚えてます？いや、これはそんな長い時間じゃないですよ、 2,3 時間以内だったと思いますけどね。長い手術はさ、はい、それこそもう12時間とかね、そういうのもあるから。そうですね、そういう手術も当然おやりになるわけでしょ、うん、その手術の内容によっては、うんうん、休憩したくなっちゃいますね。そうだよ ね、 ね休憩しないの？そうね。それだからよく言わない、あの長時間手術の話でよく言われるんだけど、はい、そのやっぱり一番執刀医リーダーシップを取ってる人は、うん、やっぱり途中で出れないのでずっといるね、はい、で、うん、僕ら下っ端の時代はそのリーダーの先生からお前ちょっと休んでこいとか言われて、うんうんうん、途中で、まあ、3人とか4人でやってるからね、1人抜けてジュース飲んだり、あるいはサンドイッチ食ってまた戻ってくるとかね、うんうんうん、いうことを代わり者がやってるけど、ただ一番責任持ってる執刀医は本当に十何時間ずっと頑張ってるよね。すごい。トイレとかどうするん？ねえ、おむつとか履いてるのかしら、ね、いやいやいや、もうぶっちゃけもうねえ、12時間もトイレ我慢できひんな俺。そんなことが気になるわ。ねえ、でまあ、うん、何ですかね、ものすごいやっぱり緊張状態で、うん、はい、そのいろんなアドレナリンとかそういうものが出て、そうするとその、はい、やっぱり尿意も失うし、実際には膀胱の中に溜まってきてるんですけどね、うんうんうん、だけどまあしないでいけちゃうっていうのは確かにあるんですね。まあそれでもやっぱり、うん、あの途中でごめん取り入ってくるとかね、うんうんうん、そういうシーンだって本当はあります、うんうんうん、はい、そっか、すごいな。例えが悪いけどあれですね、私が麻雀やってたら時間忘れるみたいな。それ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 、麻雀やってリカちゃん麻雀やったりすんの？やります。もう12時間も経ったとかある。あ、でなんかトイレ行かないで頑張っちゃうもんね。そうです、そうです、夢中になる系だよね、それね、そういうことか。で無事に手術が終わってね、こんな感じでこう腕組みしてらっしゃる、これはうまくいったということですか？そうね、ちょっと偉そうですね、うん、いやまあまあでもそれぐらいの気持ちになるよね。でこの段階はいわゆる綺麗な格好で、うん、で実はあのグリーンのガウンの下はこれで、はい、だから普通は手術室に入る時っていうのはこう今着てるのは普通の格好から、はい、あのまず白っぽい、白っぽいさっきのやつですね、うん、はい、これに着替えて、でこの段階ではまだ手足っていうかね、その僕ら不潔不潔って言いますけどね、はい、その完全にまだ滅菌してなくて、でここからあのグリ手をこうまずガーッと消毒する、はい、よくテレビドラマで手で、ね、はい、やってるでしょ、はい、あれをやって、それであの術医を着てメッキの手袋をはめて、これ出来上がり、でここから手術に入るという形ですね。だから大体あのグリーンの覆いふって言いますけど、向こう側で布かかってるところは、はい、そのもう清潔なので、こういう滅菌状態のでしか触ってはいけないですよ。でそこをさっきみたいな白い格好で触ると、はい、バカ野郎ってめちゃくちゃ怒られちゃう。滅菌がすごく大切なんですね。そう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 、絶対見ることないですね、この中ね。そうですね。
入るときは寝てますよね、きっと大体。そうね。手術受ける側でね、うん、そうですね。やる側になることもないだろうし、うん。でも俺一回手術したことあるけど、うん、半分麻酔だったから意識あったまま入ってるのは見ましたね。あとそれこそさ、帝王切開とかになったら、うん、こういうチャンスはあるかもしれないね。チャンス、チャンスと言っていいのか。まあまあチャンス気づいてるって歌はありますけど、はい。じゃあ次の写真いきましょうか。これです。これはもう長谷川さんですかね。コロナの搬送、うん、救急搬送、うん。これ何枚かちょっと送ってもらってもいいですかね。うん、送って、じゃもうもう何枚、3枚あったかな。次いきますか。こんな感じで、はい、休憩だったらもろに忙しいですよね。うん、これはどうだったんですか、コロナは。ちなみにちょっと落ち着きましたけど、長谷川さんの病院は。上尾中央総合病院はね、実はあのダイヤモンドプリンセス号だっけね、あの、はい、あの時からやっぱりもういわゆる東京神奈川で受けきれない患者を受けてくれっていうのがあって、うん、あ、陽性があったんだ。そう、あの頃から患者さんを受けて、はい、でこれまあ救急搬送していくところの場合、うん、うちではもうちょっと見切れないぐらい重症の人をさらに搬送するっていうので、長谷川さんの病君の病院から別の病院に送る。あ、なるほど。いろいろやっぱり重症化した時にエクモエクモっていうテレビ言ってるじゃないですか、はいはい、あれはもうそのぶっとい血管にカニューレって言って管を入れて、うん、患者の血を抜いて酸素化して、うん、でまたそれを戻すっていう、つまり肺がダメになる、呼吸ね、うんうん、肺がダメになって、うんうん、で呼吸できなくなってコロナの患者って死んじゃうから、うん、それを救うためにはなんとかもう機械の力を借りてやらなくちゃいけない。でもそのエクモっていうのはやっぱりやれる施設がまだ限られてて、うん、で当院ではまだやってないんですよね、うん、なのでなるほどないんだ、ね、人工呼吸管理をしてる患者でもうこれ以上無理だっていうとこまで来た時にこういった形で次の病院搬送すると、うん、ただ搬送する時にやっぱり新型コロナの患者さんなんで、まあ、より感染を防ぐためにみんななんかエプロンみたいなのをつけてます、してます、ああいうのをつけたり、それから N95 って言ってこうちょっとごついマスクをつけたりとかね。あ、よく聞くやつね、うん、そうお医者さん用のね、うん、あれがいいやつね。なのでちょっと搬送一つでもすごく大変なんですよね、まあ、患者さんを見ること自体も大変だけどね。これはだこれも運び出すところ、運び出すところだね。あ、みんなこういうエプロンみたいなのつけてやってるし、でこれは逆に言うと入院してる患者さんも部屋を分けて、うん、でそこに入る時にはこういうふうに着替えて上側に全部ガウンを羽織って、はい、あのテレビでなんかいろいろつけてね、はいはいはい、防護服みたいなのつけて、で診療とか看護が終わったらそれを脱いで出てくるっていう、そういうことが必要な、うん、でこの場合は搬送なのでそのままそれを着たままでみんなどんどん動かしてるっていう、そういうとこですね。なるほど。これはもう本当に今コロナが大変な時期のお写真ですか。そうですね、そうですね。今はちょっと落ち着いてるの、長谷川区の病院も激減。これ不思議なんだよね。あ、そうなんだ。それこそ今日の放送だと10月16だよね、うんうん、だからこれ10月になってぐんぐん減ってきて、はい、今だから皆さんも多分テレビでね、はい、今までもう何百人とかしたら急にもう60何人とかなってきて、2桁になってますね。すごい減ってますよね。分、うん、かんないんだよね。突然コロナウイルスがやる気なくしたとしか思えないぐらい不思議なんだよね。まあいいことといえばいいこと、うん、このままでいてほしいです ね、 ね、 ですね。やっと普通の病院に戻ったっていうか、他の患者の方も普通に見れる環境が整いつつあるっていう、そういう感じなんでしょ結局。まあ、あの当院は救急車なんかをかなりの数受けたので、なるべく、あと手術もたくさんやってるので、はい、通常診療をなるべく抑制しないでコロナの患者を見るってちょっとこう両手見かけながら頑張ってきたんで、あの今はコロナの患者さんが減った分、その病棟を普通病棟に戻していくような形で、ちょっとだけ楽になってきたところですかね。なるほどね。このままね減っていってほしいですね、本当に。これが分かんないからね。そうね、みんな第6波とも言われてるし、そうね、本当分かんないからね。うん、でもね、この長谷川君はまたお茶目なところもありましてね、うん、次の写真ちょっといきますか。はい、これ来ましたよ。あ、今日と同じだな。そう、あ、今日この写真を意識して来てきたのかな。そうですね。これはちなみに何の写真か、ちょっと簡単にお願いしますね。はいはい、これつい最近ね、あの大人気だった東京 MER っていうテレビドラマがあって、うん、でそれ日曜劇場だよね。はい。それのあの MER ってあの車の中の手術室 の、はい、そのスタジオなんですよね。おお、これスタジオなんですか。そうそう、あの、まあ、あのドラマの医療監修をちょっとやってたので、はい、すごい、
なんで、すごいわ。そうそうそう。だから多分これ次とか次とかも同じ。うん。だから結局ね、医療監修っていうことはその俳優さんがドクターのその役をやるに関しての手ほどきを してたっていうことでしょ？まあこのドラマの時は実はね、あの何人かの救急の先生が手伝いに くださってて、はい、このドラマ一番その細かい手つきだとか何だとか教えたのは、うん、北里大学の救急の先生なんですけど、うん、はい、あの私も台本とかね、うん、そういうところでかなりお手伝いして、へえ、ぶっちゃけて言うとね、そんなにヒットしないんじゃないかとか台本を一緒に作ってて思ったけど、やっぱり役者さんたちがすごいんだよね、うん、あ、なんか思ってるのと違いますよね、台本で見ててこんな感じかなっていうのと役者さんがやるのと、そうだ、やっぱりね、役者ってすごいのよ、すごいですよね、ほんとすごいのよ、うん、みんな熱心でしょ、当然医療の知識があると入ってこないと言葉に出ないしね、うん、うん、当然ね、経験はないもののすごいよね、鈴木亮平さんとかもすごい努力家で、うん、あの、うん、医療のセリフって難しいんだよね、はい、うん、左回帰を回復で止血術を行うとかいうのは僕らは言えるけど、うん、こんな普通の言葉じゃないじゃん、うん、もう噛むわけよ、うん、彼もうちょっと隙を見たら一生懸命口で言って練習して、すごい努力家、あと、うん、あのいわゆる手術の手つきも、はい、自分で縫合セットとか借りてってずっと練習してて、だから多くのドラマは僕らは途中で手だけ入れ替えるの多いけど、あのドラマに関してはあの人全部自分でやってて、自分の手で、すごいね、でもうしょうもない研修よりよっぽどうまいわっていうぐらい本当にすごい、それを踏まえて見てみたいですね。うん、もう好きになっちゃった。でもやっぱりめっちゃ好きになっちゃった。でも医療のドラマって数字取れんじゃない？だからやりたがるんだよね、視聴率が。まあ、それはよく言われるよね。間違いなくね、うん。他にもやってるんですか？なんか監修みたいな。昔あの、はい、沢村一樹さんとかね、高嶋政信が出た、はい、ドクターズっていうドラマ。ああ。見てた私。あれ、はい、最後の字幕見てると俺の名前出てる。マジで、見て本当ですか？すごいな。長谷川剛、あ、ごめん、長谷川剛。そうそうそう。へえ。あ、なんか今、あれですか？コメント大丈夫かな？今のところは。はい、あ、わかりました。ね、写真あと1枚、うん、2枚あるかな？ね、あれでもいいですね。いろんな経験ができていいですね。こんなお茶目なね。うん、楽しそう。楽しそうでいいですね。これでも TBS のやっぱり日曜劇場ですごい、あの、スポンサーから、うん、まあお金が出てるとかね、この機械類とか本物なんだよね、これ。すごい、だからやっぱりそうだね、これは金かかってるわって思ったね。でしかもこれ撮影の最終日なんですけど、これはこの後もう壊しちゃうんだって、これ。え、すごいよね。機械たちはどうするんですか？機械どうすんだろうね、もったいない、うん、箱は壊すけど中のものはこう、まあ、使えるものは当然、うん、だと思うけどね、基本的にはね、うん、うん、そうですか、いろいろ経験されてるな、忙しいですね、うん、本当そう思う、うん、じゃあリアさん、ここでね、はい、2曲目ぼちぼちいきますか、はい、うん、2曲目の方の準備は大丈夫ですかね、お、あ、 OK です、はい、じゃあ曲の紹介お願いいたします、はい、小泉リアでヴァンパイア、 BGM もお楽しみください、ね、かわいい映像 ね、 映像ね、 BGM の映像もかわいい映像があります、お願いいたしますよ、映像どんなのですか今回はね、はい、あの長谷川さんの方でちょっと用意してもらって、写真かな、写真かな、うんうんうん、どっちかって言ってね、動きはないけど、でもなんとなくほのぼのとした、はい、では小泉リアでヴァンパイア、どうぞ。Yeah.
ンパイアでした。今の、はい、あの写真というか画像は長谷川くんの方から提供もらったの、あれは、あれはですね、あの新型コロナが流行りだした頃、実は日本中、うん、皆さんも苦労したと思うけど、マイク、マスクなくなって、マスク、はい、なかった、うん、であらゆるその医療現場の資源がなくなっちゃって、うん、でマスクを僕ら手作り看護師さんたちしてくれたのね。すごいですね。そう、その手作りのガウンとかマスクで対応してて、その時についでにあのぬいぐるみのよく見たら、あれみんなマスクしてるわけ、ぬいぐるみちゃん、はいはい、だからその小さいマスクを作ってかけてて、あれを看護部のこう玄関というかね、入り口に置いてあって、うん、ちょっとほっこりするね。あ、そんなね、些細なことというか大切なことがね、大事だ、そういうのないとね、うん、やっていけないのよ。やっぱりそうですか。ありがとうございました。本当に何か最後なんですけども、長谷川さん、なんか皆さんに、まあ芸人さんだったりよく告知とかそうなんですけどお医者さんだけど何か一言ありますか？やっぱりね、健康大事ですから、うん、皆さん健康に気をつけて、それから財布なくさないようにナイスです、ありがとうございます。はい、リアさんお願いします。はい、それでは本日のゲストは上尾中央総合病院、上尾中央総合病院上尾中央総合病院特任副院長、長谷川剛先生です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。貴重な楽しいお話ありがとうございます、はい、じゃあそこにいてもらって結構でございます。はい、はい、じゃあね、ぼちぼちもうね、早いもんで本当に終わりの時間が近づいてまいりましたけれども、うん、ね、リアさん、何かリアさん的な何かご案内、はい、告知等は、告知、2週に1回ソイストーリーのライブをやっているのと、はい、10月26日第3水曜即興舞台があります。そうですね、と、日曜日はあのラジオつくばでラジオやってますとか、いろいろあるので、あのネットで小泉リアで検索してみてください。頑張ってますよ、彼女もいろいろとね、ありがとうございます。あの私の方はですね、先ほど最初に見てもらったあの即興舞台のね、はい、お芝居が10月26日に、はい、あるんで、ぜひあの最後の第5戦応援をぜひいただきたいというふうに思っておりますが、11月になるとね、ひょっとしたらまた浅草の舞台の方に、はい、あの出る予定が、出てくれというふうにちょっと出させてもらうというような形になりそうなんで、まだお時間があればぜひあの足を運んでいただければと、まだちゃんと具体的に案内が決まりましたらこちらの方でもご案内したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあリアさんね、はい、次回の、はい、ゲストの方のご紹介をお願いいたします。はい、次回は女優でタレントの新井香奈さんをお招きして前向きなお話をお聞きしたいと思います。またガラッとこの日が変わって、そうなんですね、可愛らしい、ぜひ応援してください。ね、スケベ心が出てますけども、ありがとうございました。次回の放送は11月6日です。10月の第1、第3土曜日なので、今回10月の、あ、毎月第1、第3土曜日、第3土曜日なので、はい、10月の放送はこれで終わりになります、はい、で11月の6日次あるかな、20日かな、はい、に、はい、また放送したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。あっという間のお時間でございました。皆様方ね、いつも本当にご視聴ありがとうございました。ね、これでもってね、あのポジティブ J の向き不向きの前向き、前向き、はい、向き不向きで前向き、はい、終わりでございます。皆さんこの後も前向きにね、どうもありがとうございました。バイバイ。噛んじゃダメよ。